歌うのみたいじゃん。すごい。まあバレエとではね。綺麗。すごいね。そんなバレエなんですけど、うん、中学2年生の時に足の怪我をしてしまって、うん、で辞めることを余儀なくされたんですけど、はあ、そうか、はい、でもどうしても辞めたくなくて大好きだったので、うん、名医と呼ばれるお医者さんがいる病院を5、6個ぐらい転々として1回治りもしたんですけど、うん、でもまた再発してしまったために辞めることを決断しました。へー、すごいね、それだけやっぱバレエへの、そうですね、情熱が、うん、でこう大好きなバレエをやめることになって、うん、どうしても気持ちの整理がついていなかったんですけど、うん、そんな時に運命的な出会いをしました。その運命的な出会いとはなんだ、こちらです。中学の時の美術部の先生です。おお、ずっともう命を懸けてやってたバレエをやめるってなってすっごい落ち込んで、うん、ずっと1週間ぐらい泣いてたんですけど、うん、でもそんな時にふと美術の先生が私の描いた絵を見て美術部に来て一緒に絵描いてみないって言ってくださって、先生がすごい熱心な方だったのでいろいろ教えてくださって美術系の高校に進学して、あ、高校からもそっち行ったんだ。そうです。で大学も美術系の大学に行こうって決めて、うん、恩師だね。じゃあね、うん、そうだね、その人と出会ってなかったら分かんないよね。そうですね。でもなんでそんな美術系の大学をしたのにね、この欅の、確かに夏休みの思い出を作ろうかなって思って、そしたらトントントンと、はい、行っちゃったから、行っちゃいました。すごいな、それもまた。でも本当に何が起きたのかわからない、うん、苦境まで来ました。今日まで来てたから。何が何だかわかんないまま 50m 走ってたんだ。でもまあ